今回はおすすめの農業アニメを紹介していきたいと思います。もやしもん制作白組テレコムアニメーションフィルム。菌やウイルスを死にして会話ができるという不思議な能力を持っている主人公沢木宗右衛門忠康が某農業大学に入学する。そこで菌の研究をしている五木恵三教授に目をつけられ、ゼミに引きずり込まれていくところから始まる農業大学のキャンパスライフを描いている作品です。理系大学プラス農学の中でも菌によりフォーカスをした話なので、一見難しく感じるとは思うんですけど、主人公沢木くんの超能力のおかげで特に難しい菌の発酵や醸造がすごく分かりやすく、面白いだけでなく勉強にもなります。かぶすぞかぶすぞ。今までの教養アニメは見る前のハードルがちょっとあるけど、沢木くんの超能力を介した説明やデフォルメした可愛い菌たちのおかげで気後れせずに教養アニメを見るってマジすごい発明だよね。しかもアニメで五木教授が腐った鳥の内臓をすするキリヤックっていう発酵食品を食べるところとか、おっさんみたいな先輩たちが自分の口で密造していた口噛み酒とかは気持ち悪ってなるんですけど、笑えるし勉強にもなる名シーンがいっぱいあって僕大好きなんですよ。1期は金と沢木くんが中心で話が進んでいって、2期からはヨーロッパに行ってしまったゼミの先輩長谷川さんを追いかける話がメインとなっているので、ちょっと農業からは離れちゃうんですけど、ゼミ仲間たちとの関係がより濃くなり、ヨーロッパの発酵食品と新しい美女が登場して面白くなっていくので、1期2期両方楽しめます。こちらの作品は生物が好きな人や一風変わった作品を見たい人におすすめです。ちなみに漫画だとより菌について知れるので、アニメが気に入った人はぜひ読んでみてください。銀のさじ制作 A1 ピクチャーズ。鋼の錬金術師の荒川博夢先生が描く個性豊かな仲間たちとの織りなす本格農業アニメです。物語は受験戦争から逃げるために農業の知識ゼロで大江戸農業高校、通称江戸農に入学した主人公の八軒優吾が畜産の実習や今まで関わることのなかった人たちとの関わりから、命の大切さや現実との向き合い方を逃げた先で学んでいき成長していく、まさに人生の教科書のような作品です。アニメの一期は周りの経験者と違って、八軒が農業初心者のため農作業の難しさだったり、家畜実習で初めて家畜を扱った時、周りとの命の考え方のギャップを持っているのが分かりやすく描かれていたからこそ、僕ら視聴者と同じ目線で進んでいきます。そして2期からは農業経営のディープな問題を取り扱っているから分かる農家として生活していく難しさと、学校での人間関係を通して八軒の逃げてきた当初より大きく大きく成長した姿が見れます。僕はこの作品見た後、タモコかけご飯、ほかほかのじゃがいも、チーズたっぷりのピザを食したくなりました。だからこそ日頃の当たり前の食事の大切さを再確認させられた作品です。ちなみに銀のさじのアニメが放送された時、農業高校の倍率が信じられないぐらい上がっていて、銀のさじを見た僕は軽い気持ちで受けたんですけど、案の定落ちたので、皆さんも軽い気持ちで受けるのはおすすめしません。食べ物や生き物、お金、働くとは、そして夢とは、多くのことを考えさせてくれる作品です。こちらの作品は青春ドラマが好きな人や農業高校に興味がある人におすすめです。農林制作シルバーリンク。県立多摩農林高校、通称農林に通う主人公の畑耕作は、大人気アイドルゆかたんに学校で採れた作物を送るほどの激イタファンでした。しかし突然のゆかたんの引退発表で、神は死んだと言い残し、部屋でゆかたん抱き枕と合体し引きこもっていた耕作だったんですけど、幼馴染のミノルとケイに連れられてクラスに戻ると、独身女教師ベッキー先生が転校生を連れてくる。その転校生こそが耕作が崇拝していた超人気アイドルゆかたんだったんです。こちらのアニメはギャグアニメと捉えがちなんですけど、まあ実際はギャグアニメなんですけど、結構ちゃんとしたリアルな農業の厳しさ、醍醐味、楽しさを島ネタとラブコメでテンポよく爽快に楽しめる作品です。そうだよね、ギャグが目立つけど農業する上で大きな問題になる連作障害や作物の病気とかをちゃんと取り扱ってる農業アニメだよね。そしてジョジョ、ワンピース、ジョジョ、ジブ、ジョジョ、こんな風に大量のパロディネタと、毎回ベッキー先生の40歳の大人の女性とは思えない若々しいドキスイシモネタと、たまに出るドラマーなエロ画像が最高ですよね。それをスルーする学生たちの表情は絶対に笑いなしでは見れません。皆さんも見終わった時はいつの間にか会いたい
時はどうする、翼があればいいのに、の田村ゆかりさんが歌う秘密の扉から会いに来てがマジで頭から離れなくなります。ただずっとふざけているんでリアルの農業を取り上げている本格的な農業アニメのみ全く頭に入ってこないっていう欠点があります。こちらの作品はギャグアニメの中でも特に下ネタが好きな人におすすめです。百姓貴族、制作パイ・イン・ザ・スカイ。こちらは1話5分のショートアニメで、荒川弘先生の漫画家になるまでの大変だった農家時代の話やワイルドすぎる家族たちとの話を綴ったエッセイアニメです。牛の生態の話や農業と酪農の経営形態みたいなガチの農業を語っていたり、嘘みたいな荒川先生の親父が死にかけるたびに牛を投下交換して生き残る話だったり、現実感がある話とコメディチックの話がうまく混ざってテンポよく進んでいきます。職業アニメって光の部分を強調していたり大変な部分も映すけど、結局はやりがいがあって楽しい職業に見えるようになっているって個人的には思っているんですけど、このアニメは農業の闇をしっかり描いているんで、農業を本当にやりたいって思った時は一旦このアニメ見てみると農業について本当にいろんなことが分かるんで見てみるといいと思います。ちなみにアニメで出てくる火星の話以外は本当のことらしいです。ハガレンを描いていた荒川先生がなぜジャンルの全く違う名作の銀のサジを描いていたのかが分かる裏話的な内容になっているので、銀のサジファンの方は 100% 見た方がいいアニメだと思います。僕も荒川先生大好きです。異世界のんびり農家、制作 0G。 ブラック企業で体を酷使し死亡してしまった主人公の町を開くは、死後神と出会い異世界転生を提案され、病気にならない体、万能農具、人のいない場所での生活の3つの願いを叶えてもらって転生する農業系のハーレム作品です。こちらはナロー原作の作品で、ナローを代表するスローライフ系の物語となっております。バトルとかはほぼなく、山奥で女の子たちと開拓&スローライフを送っていく感じなので、視聴者側もストレスなくゆっくり見れます。それと吸血鬼、天使、エルフなどの異世界らしい可愛い女の子たちがいっぱい登場していて、異世界ハーレムものの王道を走っていて骨太なのが最高ですよね。山奥で美少女に囲まれた生活、最高に男の夢叶えてますよね。主人公が万能農具持ってるおかげで、普通年単位でかかる作物が数日でできたり、育てることが難しい作物を簡単に作り出していたので、この能力が現実にもしあったらって考えると、 SDGs の飢餓をゼロにするっていう目標が簡単に達成できるので、個人的にナローのスキルものの中でもかなり欲しいスキルだったので、なんかそういう観点でも楽しめました。農業の描写がかなりポップになっているので、農業を知るきっかけに最適な作品だなって思いました。ナロー、ハーレム、スローライフが好きな人は見てみるといいと思うんですけど、農業がかなり簡略化されててポップになっているので、リアル思考な人はハマらないかもしれません。ここまで見てくれた皆様ありがとうございます。今回紹介した作品は全部同じ農業アニメですが、全く違う面白さがそれぞれあるので、皆様もぜひ見てください。チャンネル登録はお任せするので、よかったら他の動画も見ていってくれると嬉しいです。